ただいま、皆様方の、熱意あふれるご声援により、大神様無事表坂上に歓迎、することができました。ここで、芝居子神社塩浜神社祭典委員会和田委員長よりご挨拶を申し上げます。おみこしがこのように無事歓迎されました。誠におめでとうございます。今日は337年続いたお手祭りがこのように立派にご再興できたことについて心から感謝を申し上げます。今日は晴天とは言いながら非常に寒い風が吹いておりまして、皆様方には大変ご苦労をおかけしたと思っております。しかしながらこの伝統ある祭りをですね、こういった寒さの中でもきちっと収めることができましたことは、ひとえに個人おいでの皆様方、そして市内でお出迎えいただいている皆様方の熱いお気持ちだと思って心から感謝を申し上げます。今日は11時半からこの表坂上をご出発になり、市内ご巡行をされました。その過程においては当然市内を歩くことですから、警察署の皆様、佐々木署長さんをはじめとしてですね、この交通整備、警備、そして規制とあらゆるところで準備を確保していただいて、このような結果になったと思っております。また関係機関として消防署の方、消防団、それから各団体、東西南北の防犯協会、交通指導官の皆様方のご指導、ご協力もいただいて、このようなに参加されているのかと思います。また、北海道はこのように表中202段をですね、鉄骨の気合を持ってこの上に駆け上がり、そしてここに無事収まったということは、ひとえに今日このお祭りに参加をいただいた、祭典委員会、部の委員会、それから富士子青年会の皆様、小さな子どもさん方の協力、そういったものが相まってですね、総勢548名の方のご参加を得て、この祭りが無事終えたことであると思っております。市の皆さん方はですね、この1週間、この寒風吹き込む中、夜を徹して、急ぎを出しております。この精神力、このパワーがですね、この200村を駆け上がらせたのと思っております。未来永劫として、この祭りが厳しくとこれからも続くことを心からご祈念申し上げ、ここにおいでの皆様方のご協力、ご支援をですね、心から感謝を申し上げまして、最低委員長としてのご挨拶とさせていただきます。皆様誠にありがとうございました。ありがとうございました。ここで、恒例でございます、手締めを、行いたいと思います。ご発声は芝居子神社塩浜神社祭典委員会内方副委員長にお願いいたします。それではご指名でございます。手締めを取らせていただきます。ご参加お願いいたします。第337回の御手祭り無事表坂上までご歓迎したことを祝し、そして本日ここにご参集の皆様方の日々健康で明るく事故絶え間なくお過ごしできますように敬意いたしまして、三本締めを行います。お手拝借よありがとうございました。それでは、これより、
物館まで最後の歓迎を行います。どうぞ皆様方におかれましては、博物館までおみこしさんの後ろをついて、お見送りのほどよろしくお願い申し上げます。